こんにちは、カオルンです。本日もギターコード解説動画やっていきたいと思います。イエイ！本日やっていく曲は Mr.Children さんの永遠になります。この曲はですね、Netflix のドラマの桜のような僕の恋人のね、主題歌にもなっています。ドラマもね、この曲もね、めちゃめちゃね、悲しい、切ない、バラード、内容になっているんですが、とてもね、ギターもかっこいいですし、弾ければね、モテること間違いなし。ぜひね、皆さんやっていきましょう。内容自体はね、結構ね、盛りだくさんなところもあるんですけれども、基本のね、内容ね、ちょっとね、応用するだけでできる内容もね、たくさんありますのでね、初心者の方にも分かりやすくなるよう、僕なりにね、今日も精一杯、ポイント解説していければと思っております。まずね、今回はですね、イントロ、A メロ、B メロのね、3つをやっていきたいと思います。それではまずはイントロのフルカラー、見ていこうぜ！さあ、まずはイントロやっていきましょう。イントロで使うコード進行は次のようになります。F メジャー7、G、E マイナー7、A マイナー7、D マイナー7、F、E、これになります。ここでね、コードの押さえ方のね、コツといたしましては、F メジャー7、こちらは、まず、親指で5、6弦をね、ミュートして鳴らしましょう。5、6弦が鳴らないように注意しながら鳴らします。次に F コード。F コードはね、なるべくね、人差し指から押さえていくようにしましょう。どうしてもね、人差し指で押さえるコードって、正破コードってね、呼ばれるコードで、結構ね、難しくてね、そこで挫折してしまう人いるんですけれども、このね、弦をね、押さえて弾くときに、こうね、上から下にね、基本的にはね、こう、下ろしながら弾いていくので、まずね、上から下に下ろすときは、このね、6弦をね、こう鳴らしていきますので、この6弦がね、こう鳴っていないと、しっかりとしたね、音を出すのが難しくなってしまうので、まずは人差し指から押さえていくようにしてください。まあ、同時に押さえても全然 OK です。あとはね、左手をね、スムーズにこのね、コード切り替えをできるようにしてみてください。右手はね、まずはね、上から下に下ろすだけの弱冠だけでいいので、コードの切り替わりで右だけは弱冠で、あとはね、とにかく素早く左手のコードを切り替えられるようにしてみてください。あとね、ちょっとしたポイントといたしまして、今回ね、最初の Mr.Children さんの音源を聞いてもらうと、トゥルルルルのね、こう、段階的にね、弾くピアノの部分があるんですが、そこの部分はノンコードと呼ばれるコードで、全くね、ストロークの時に弾かなくていいところになります。次にね、ストロークになります。ストロークはですね、途中のね、最後の方ですかね。F コードが出てくるんですけど、ここまではね、同じ弾き方になります。そしてね、最後の E コード。ここが出てきた時は、ちょっとだけね、ストロークが違う感じになってます。まずね、F コードまでやってみましょう。こんな感じですね。でね、ここで弾き方なんですけれども、まずね、上から下に下ろす最初の時は弾いて、その後ね、3回ね、こうかすっていきます。こんな感じ。でね、その後は、鳴らして、すかして、鳴らすって感じです。こんな感じ。それをね、つなげていきましょう。こんな感じ。1,2,3,4 で刻むといいかもしれません。それをね、早くすると、こんな感じになります。練習してみてください。そしてね、最後の E コードになりましたら、こんなストロークになります。最初の方は、鳴らす、すかす、すかす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす。ここまでは今までやってきたストロークとね、全く同じになって、後半が、鳴らす、鳴らす、鳴らす、すかす、鳴らす。
んな感じになります。ちょっとね、他のコードと違ってね、鳴らすね量が2倍なんですよね。そこら辺をね意識してみてください。でね、これが終わった後 A メロに入るまでね、一瞬だけね休みが入ります。1,2,3,4,5,6,7,8 さくら舞う遊歩道って入ります。ぜひねやってみてください。ぜひね自分でね数えながらやってみてください。最後にコード進行とストロークができましたら、これらを合体させてね弾き語り A メロやってみてください。それでは次に A メロのフルいってみましょう。さあ次に A メロ解説やっていきたいと思います。まずねコード進行ですね。コード進行は2種類ございますが、最後のねそれぞれのコードだけね違うだけで、途中までね本当に最後の方まで同じになってます。見てみてください。一つ目が G E on G シャープ A マイナー7 F メジャー7 C on E A マイナー7Dm7 G on B E Fm7 これになります。そしてね2つ目もですねほとんど同じで、最後の1個前までのこの E、 ここまではね全く同じねコード進行になります。そしてね最後の Fm7 のところが2つ目の場合は C、 これになります。なのでほとんど変わりはないと思います。コードのね押さえ方のコツとしましては、新しく出てきた E on G シャープ、これはですね人差し指、ここはね3弦を押さえるんですけれども、4,5,6弦、ここはね全く弾かないところなので、なるべく避けて下の方をね弾くようにしてください。下の方を弾く、ちょっとね上の4、5、6弦をね親指でね押さえてミュートするっていうのはちょっと難しいので、そこはねあえて押さえずに弾かないっていう方向にしていきましょう。そして次に新しく出てきた C on E、 こちらはですね C コードの6弦開放バージョンになります。 C on E ということは E のコードをねベースとしてC を鳴らすというものになりますので、上をね開放すればこの6弦の部分は E のね音が鳴ります。そして最後に G on B のね押さえ方ですね。これはね普段押さえている G コードの B をベースにしたバージョンになります。で一番上を押さえている6弦、ここがね普段の G コードだと G のねベース音になってて、ここをね鳴らしてしまうといつも通りの G になってしまうので、ここはね押さえずに親指でミュートをします。そしてね5弦の真ん中、真ん中の指、ここでね押さえてる2フラットの音が B の音になりますので、次に低い音というのはここがベースになります。ここをねベースにして弾いていきます。こんな感じになります。そしてね次にストロークのね弾き方なんですけれども、ここはですねまず一つ目のコード進行に対してはね上から下に下ろすのをね1回、やっていくだけになります。ちょっとね初めなので静かに弾きたいというのが意図です。そして後半の方に入ってくると、短いね弾き方のストロークと長い弾き方のストローク、これのね組み合わせになってきます。短い方はですね今まで弾いてきたイントロのやり方をねそのまま使えばいけます。長い方がね新しいやり方になります。例えばレンズを向けるたび、ここ長いです。次短い、
んな感じのストロークのね、短いのはさっきと同じ、長いのはね、新しいやり方になります。で、長いほど解説なんですけれども、レンズを向けるたび、ここをね、見ていきましょう。レンズを向けるたび、こんな感じですね。ゆっくりやると、鳴らす、すかす、すかす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らすです。さあ、A メロも終わりましたので、最後はね、B メロやっていきましょう。まずはフルから、どうぞ。さあ、最後に B メロの解説をやっていきましょう。B メロのコード進行は2種類あります。1種類目が F メジャー7、G、E マイナー7、A マイナー7、D マイナー7、F、C、E。これになります。2つ目がですね、F メジャー7、G、E、A マイナー7、D マイナー7、D オン F シャープ、E、F、G、これになります。ここで新しく出てきた D オン F シャープ、この押さえ方なんですけど、D コードにね、ちょっと応用をした感じになります。D コードの場合はですね、この鳴らした時に、5弦と6弦、ここはね、ミュートをしています。ですが今回は F シャープがベースだというところで F シャープをね低い音で鳴らすためには一番上の6弦ここのね2フラットを親指で押さえます。5弦はそのまま開放弦で、いいですので鳴らしていくので全部鳴らすという形になります。次にストロークの方法なんですけれども、最後の方に出てくる D オン F シャープ、今解説したコードになります。ここまではね、同じ弾き方になります。とにかくね、上から下に下ろすときだけ鳴らすといった感じです。こんな感じで D オン F シャープまでは同じに上から下にとにかく下ろす弾き方になります。そしてね最後がねサビ前ですね。ちょっと難しいです。こうビートでね刻んでいくとわかるんですけど 1,2,3,1,2,3,1,2 こうね直前のねちょっと前から始まる Dm7 この時は1,2,3,4 そしてね D オン F シャープも 1,2,3,4 ってなってねコードを切り替えるんですけど最後のね EFG のところは 1,2,3,1,2,3,1,2 こんな感じでね1が来た時に切り替えてみてください。ちょっとね難しいんですけど音源とね合わせながらやってみると結構できるかもしれません。でねサビに入る前までのちょっとした解説というところで EFG とね繋いだ後に1,2,3,4 とお休みが入ります。で、その後もう一回 1,2,3,4 の時は今ね最後に鳴らした G コードを鳴らしてください。で、鳴らし終わった後 C コードに入って実際にシャーターオーのとシャーターオーってシャが入ってくる、ところが C コードと被さってくるという感じになります。ちょっと見てみましょう。1,2,3,1,2,3,1,2,1,2,3,4,1,2,3,4,シャーターオーこんな感じになります。はい、ということで今回は Mr.Children さんの永遠のねイントロ A メロ B メロのねギターコード解説をやっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。少しね内容が盛りだくさんのところもあったんですけれども、これだけね弾ければギターのねこう大部分というかコツをねつかめるようになると思いますので皆さんねコツコツでいいです。頑張ってみてください。
そして次回は目玉のサビ、そしてね C メロ、最後にそれ以外のねポイント解説、あらゆる部分でありますけど、そこら辺をねやっていきたいと思いますのでね、それまで皆さん練習頑張ってみてください。それではまた次回のギターコード解説でお会いしましょう。バイバイ。